こんにちは、アロハナクラブのあゆこです。今日はですね、こちらワイキキトロリーのピンクラインに今から乗りたいと思います。久しぶりだね。ちょっと前にまた復活したんだよね、うん、そう、再開したので、今日はこれを乗ってワイキキを一周したいと思います。で、ワイキキの様子をちょっとお届けできたらいいかなっていうふうに思ってます。それでは行ってきます。レッツゴー。はい、アラモアナショッピングセンター。そうなの、ここだね。そうだね、今アラモアナショッピングセンターからちょっと乗って、ぐるーっとワイキキの方に向かって、ワイキキの方向かって一周をしていきたいと思います。一応ここがスタート地点になるんだっけ。でもね、一番はワイキキショッピングプラザって書いてあるんだよね。でもここで結構時間調整してるイメージあるよね。そう、結構ここでさ、バス停が広いから、多分ワイキキ内入るとあんまり、止まってられないから、多分ここで結構時間調整してるので、なのでここから乗っていきます。で、乗り場はこのバス停のところ。そうだね。海側になりますね、アラモアナショッピングセンターの。この右がさ、アラモアナビーチパークだから。奥に見えるのがアラモアナビーチパークで、裏がショッピングセンター。最後はアラモアナショッピングセンター。じゃあここで待つね。ここで待ちます。
Thank you.
ちょうど1時間ぐらいだね。なんかビーチウォークも行ったしさ、全部なんかワイキキを全部見たって感じじゃない？ね、ルートがちょっと変わってた。そう。Hey, bye. You're welcome. Right here is where you get on. You're welcome. Thank you. Hold on, hold on. Thank you. Oh, thank you. Jumbo juice はい、戻ってきました。ちょうど1時間ぐらいだったかな。だね。ね、なんかもうドライバーさんもずっといろいろ観光案内もしてくれるし、あとなんかいつもと前とちょっと違うルートだったから、そうそうそう、ワイキキをほぼなんか全部見たって感じだったね、うんうん、すごい観光気分で。ルート本当に一周したね。うん、すごい楽しかったです。やっぱいつもと見る何景色と違うじゃん、2階から見ると、ね、うん、高さもあるしね。そう、また違う景色が見られてすごく楽しかったです。今あれだよね、あのトロリーは30分おきに、あ、そうそう、30分に1本ぐらいで回ってる感じ。このピンクラインはね、うん、で、JCB カードでピンクラインはタダで乗れるのも引き続きやってるので、今日はねそれを使って一周したんですけど、まだまだそれはずっと多分続くよね。今のところは続きそうだね、うん、続くみたいなので、ハワイに来られた際はぜひピンクラインすごく便利なので皆さんも使ってみてください。今日の動画面白かったよと思ったらぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、アロハ。